実は今年の1月10日にハードコア RTA もやりました。この編集版は Twitter の方にも投稿したので見たことある人もいるかと思います。まだ普通の RTA 解説も終わってないけど走ってしまった。結論からして無事完走はできました。ここに来るべきじゃなかったな。チャートは通常 RTA の初代チャートを使用。とは言ってもハードコアでもレベル差は常にありました。相変わらず黄色地帯で組んでいたのでアーマーは全然ありません。本当に生きるか死ぬかのどちらか。走りながら思ったのがショックダンポジの戦略は割と使える。次の通常 RTA を走るときに使えそうです。そしてハードコアに限ってインシンクが出るんですよね。ショットガンとハイエドロップしたことに文句はない。このパターンは初めてでした。内心焦りましたがファストトラベルで治りました。いやーファストトラベルで治ったとはいえ数十秒ロスしましたから何とも言えません。そして一番の罠にかかる事態に。このゲーム、やたらよく発生します。デルタ3じゃなかったのは不幸中の幸い。デルタ3は死の宣告なので復帰したら確実に死んでます。エラー落ちがなければ余裕で8時間は切れていた記録でした。いい加減正式にリリースしてくれ。っていうかもうリリースする気はないと思っていますが。まあともあれ世界初のハードコア RTA は8時間17秒で終わりました。おしまい。前回は、と言っても去年の12月が最後でした。改めて。はい、お待たせ。なぜかザコがやたら後ろに行きたがるので阻止します。私は何もできないので様子見。せいぜいスキルにタゲが向いている敵に対して射撃することぐらいでしょうか。ヘビーウェポンには特に気をつけたい。数発撃たれたら死にます。敵がある程度減ってきたらタンク破壊に移ります。タレドロの弾が敵を撃ついでに当たることもありますが、期待しません。自分で撃つ方が早いでしょう。ドローンが破壊されたので下がります。理想はタレットの位置より後ろに下がることですが、タレットの位置が悪かったのとメディックがいたので前で耐えます。敵がいるのに突っ立って装備を見るのはやめましょう。でもこれ RTA なんだよね。コア特性の色を確認したら装備するか入手するかの2択。黄色が出ればそれでいいのだ。前、左に、その後下の扉からモブが湧きます。降りる前になるべく倒したいけど前と左一人を倒すので精一杯。タレットにタゲが映る以上そばにいるのは危険です。タレドロを使う人はこれを意識しないとダメです。しかし TU12 になって回収できるように仕様が変更されたので、事態を求める TA なら側に置いて即回収できた方が楽。この時はタレットの回収ができないので壊すしかありません。携帯回収も忘れずに。毒で死ぬことはほぼないと思いますが一応気をつけましょう。タレットはドローンとの展開時間をずらすために温存。ドローンが残り半分なので設置。攻撃は当たると即死に近いダメージを受けるので阻止。タレドロに任せればすぐに片付きます。
地味に突っ込んでくるショットガン持ちが怖いねんな。ドローンの持続時間が終わりそうなのでボス前に向けて壊してもよかった。今更ですけどドクロマークがついていると早え。すっぽい硬いとかないので極端な話スキルクラス6あれば、レベル10ぐらい差があっても勝てるには勝てる。被弾したらこっちが即死というだけで。それを踏まえるとどの道即死ならグラスキャノンが欲しいところ。ちなみにレベル6で紫装備のフォーカスを確認しました。だから運が良ければもしかしたらグラスキャノンも早い段階でドロップするのでは、と考えています。TU12 にもなったしシーズン4が終わった今、TA ぐらいしかやることがないです。リーグの時はローグも出ない、途中経過のタイムが見れるので、その時だけ一生懸命やっています。ネームドはドクロマークがついて職種がわかりませんがライオット兵です。なぜかレベルアップした後に壊せばいいのに今壊す。ちょっとガバな部分です。プロジェクト寄付用に。ドローンの唯一残念なところがいちいち戻ってくる点。たまに敵のタゲをもらったままこっちに戻ってくるからやめてほしい。確定でレベルが2上がります。なので左のタイムも2回更新します。クラシファイドは無視。近場のサイドミッションをクリアしてレベルの差を埋めます。スキルの HP はレベルの上昇につれ増えます。自身のレベルが低いとスキルの HP も低いです。なのでスキルクラス6とはいえヘビーウェポンに襲われるとすぐに破壊されます。ちょっと加速。サイドミッションは自身のレベルに応じた敵レベルになるのでドクロマークはつきません。ちなみにディビジョンには1よりサイドミッションの仕様が少し厳しめです。1はミッション途中で死んでもチェックポイントからスタートできますが、2はセーフハウスからのスタートになります。いやー鬼畜よ鬼畜。死んだら大幅ロスもいいところ。レベル差がないとはいえ装備自体がポンコツなのですぐ死にます。基本タレドロ任せなので話すことがないです。暇なので近況報告でもしましょうか。この時は TU10 だったのでタレット回収はできません。しかし TU12 になった今タレット回収ができるので、楽になったのは言うまでもありません。それを踏まえて再び RTA を走ろうかと思っています。リーグやハードコアを通してこうしたら早くなるんじゃないかと、以前と比べて研究はしているつもりです。実際早くなった場所もあります。チャートも改善しつつ現在レベル1から順に下見をしています。大幅な改善例を挙げると、動画ではサイドミッションをしていますよね。それを今構想中のチャートではやらず先にメインミッションをクリアするという考えです。しかしその場合だと後半になるにつれミッションとの、推奨レベル差が開きすぎてスキルの HP が低い状態で突入することになります。この辺はさっきのミッション途中で話しましたね。だからサイドミッションをやりつつレベルを上げた方がいいのか、メインミッションを全て終えた後からレベル上げした方が早いのか、そこは本番でやってみないとわからないです。話を今に戻して、この場にいるモブを倒すと次のエリアに進めるようになりますが、注意したいのは侵入する場所によっては目の前にモブが湧くので、すぐ気づかれる可能性があるということです。目の前の脇を防ぐにはこの青扉から侵入すれば OK。左からも行けますがそれだと目の前に敵がいるパターンになります。厄介なことにエンジニアがいるのでタレットを置かれるとちょっと面倒。こっちから行けば装備箱もあるからワンチャンあたりを狙える。そううまくコア特性黄色装備がドロップするわけがない。
結局すぐ見つかってしまった。あ、まあどうしてもいいか。タレットを置かせてくれメンス。ドローンがエンジニアを仕留めてくれたので後ろは安全になりました。血のりはこちらにある。やっちまえタレドロたちよ。ボスも下から来るので助かるぜ。来いよベネット、銃なんか捨ててかかってこい。エリートエンジニアの置くタレットは連射式なくせに一発のダメージが痛いので、炎上や粘着などで置かせないよう持続的に状態異常をかければ無力化できます。まあドローンが張り付いて追いかけ回している間は大丈夫でしょう。モブはタレドロに任せて自分は装備確認を済ませます。うん、やったぜ。レベル3から更新できたので多少はアーマーが増えます。ほんと気休め程度だけど。ドローンを飛ばす遠くに逃げるのは少々難点と言えます。場所によってはロスになるところもあるので気をつけたい。いい加減印つけずに行けよって思いますよね。私も思っています。でもちょっと心配性な部分があるんです。下手に見失うよりいいかなって。無駄な戦闘は避けたいので隠密行動。ノラタンクは倒すと確定でアイテムをドロップしますが、いい品質が出る保証はないのでスルー。しばらく道なりを走ります。あの頃のブースターが生きていたら結構変わったかもしれません。あのダッシュが感覚を置いてできるようであれば絶対早いでしょう。今はレディーデスしか加速する手段がないのがね。次回は宇宙局本部攻略です。ミッション時間が長いのでまた分けるかも。長いと編集する気力でない投稿者の勝手ですいません。